はい、皆さんごきげんよう。今日もね、質問に答えていくんですけど、どういう時にピークタイミングをすればいいのかわからないですという質問というか、お悩み相談がありました。日本語がちょっとねおかしいというか、どういう時にピークをすればいいのかわからないですなら、まだちょっと難しい質問だけど答えられますね。はい、まあ、なんでそういうふうにちょっと答えますかね。まあ、どういう時にピークすればいいのか。まあ、これは、まあ、状況によりけりです。はい。で、まあ、状況によるってことは、もう例を挙げていくしかないんで、例を挙げると、まあ、人数不利ですよね。人数不利の時って、もう削りに行く動きしなきゃいけないんで、もうピークするしかない。で、あとは、まあ、角待ちとかだね。角待ちしてる時に、まあ、自分が角待ちしてる時に、角待ちした状態でね、敵がニアに来たとして、まあ、自分のね、居場所がバレてると。バレてるっていう状況に限っては、もうピークしに行きます。はい。敵がニアに来た瞬間にピークして、ピークにアドバンテージを取られない動きをするんですよね。で、これは、まあ、以前にね、動画上げてるんで、まあ、それ見てほしいなと思います。で、ピークするタイミングが合っているのに、まあ、負けちゃうっていうのは、まあ、エイムが悪いとか、あとは体の出しすぎっていう可能性ありますね。まあ、初心者とかね、まあ、見てると、やはり体の出しすぎはね、よくありますね。遮蔽物ちゃんと使っていない。頭ね、一発食らっちゃうだけで、このゲーム死んじゃうんで、やっぱね、ちょっと自分命大事にっていうことでね、はい、頑張ってみてほしいなと思います。まあ、ちょっとね、質問、てか、まあ、お悩みさんだ、なんか、受け付けてはいるんですけど、ちょっとね、答えづらい質問もちょくちょくあるので、ちょっとね、文の方をしっかりと、考えてから書いていただけると助かります。はい。またわからないことありましたら、質問ください。ごきげんよう。